皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はツイッターの今後について占ってみようかと思っています。というのも数日前ですね、ツイッター社がイーロン・マスクの所属する会社の X 社と合併するという話題が出ました。もう決まりという感じですよね。多分カリフォルニアのなんかそういう裁判所でなんかそういう書類が出されたということですので、なのでそれで今回はそのツイッターの今後について、まずブロマンカードとタロットで占ってみます。で最後に合同合併するということなので、 X 社との合併吸収の未来について78枚で見てみようかと思っています。まずは22枚で、ツイッターの今後を一応ヘキサグラムで見てみようかと思っています。そのツイッターっていう名前がね、もしかしてなくなるんではないかというのがあって、X になるんではないのかっていうのもあってね、なんか日本では X ジャパンっていう予測もついてますけど、でも今までね、もうツイッターっていうのがもう主流になってましたからね。だから今後どうなるんでしょうかねって感じですね。前回もツイッターについては見たんですけれども、結構ね、もうソードのカードばっかり出てたので、結構風のような感じ、もうなんか突発的でなんかすぐコロコロ変わるような感じがしましたけど、いい方に行くとはなんか出てなかったかなと思いますけどね。じゃあツイッターの今後について、まずはタロットカードで見ていきたいと思いますね。はい、では見ていきますね。なんかね、すごい変化はあるんですけれども、結局ね、原点のに戻るような感じかな。なんか成長しないとか怠慢とかっていう女帝の逆位置のカードが結果に出てるんですよね。ちょっと解説していくと、過去の状態が死神が出てます。だからちょっと機能が停止するような感じ。だからね、イーロン・マスク氏が買収したことによっていろいろね、ツイッターもトラブルとかもあったし、なんかアカウントもね、いろいろと凍結されたりとか、いろいろとトラブルがあって、そのために一回ちょっと停止してる状態が出てたっていうのが過去の状態で出てます。でも今の状態でも、今なんかスターのカードが出てるんですよね。だからなんか、これ願望が成就するっていう意味だから、彼はやっぱりもともと、イーロン・マスク氏はもともとさからツイッター社をなんか合併吸収しようと思ってたんかもしれないですね。だからそれが今叶ったみたいな感じの状況にはなっています。で近い未来、未来です。未来は運命の輪の政治が出てるんです。ある意味ちょっと転換期みたいな感じですよね。だからもしかしてツイッターという名前が変わってしまうのかもしれないですね。だから X になるんですかね。だから X ってちょっと言いにくいですけど、だから青いブルーバードが犬になってしまうかなどうなんでしょうか。周囲からはね、周囲にとってはね、フールのカードが出てるんです。だからなんか思い切ったことをしたなとか、ちょっとフールって愚か者っていう意味のカードなんで、なんかちょっとちょっと破天荒なことをしたなみたいな感じの
イメージが、そういう思われてるみたいな感じはしますよ。うん、でもツイッター的にとっては、まあすごい、あのいろいろと計画はしてたみたいですよ。だから冷静な判断を下していたっていうのもありますから、だからもともと計画はしてたような感じはしますよ。うん、でもやっぱり先ほども申し上げました通り、あの女帝の逆位置が出てるから、やっぱりちょっとね、成長しないしにくくなるとか、まあちょっとあの怠慢な感じが出てるかな。うん、だから独りよがりみたいな感じが出てる。うん、かえって、まあまだ未熟な状況かなとは思いますよね。うん、だからこれからじゃないですかね。うん、で対策としては悪魔の逆位置が出てるんですよね。だからなんか他の誘惑を振り切りなさいみたいな感じ。だからある意味なんかうまい話には乗らないでとかって感じかな。うん、まあこんな感じで、まあツイッターはちょっと変化していくかもしれませんね。うん、まあでもあんまり今とはただ名前が変わるぐらいかなって感じですかね。うん、じゃあ次にグロルマンカードでちょっとツイッターの未来を見てみようかなと思っています。まあね、ツイッターなんかね、皆さんね使ってますからね。あ、ほとんど使っている人ほとんどですからね。だからでもなんかね、やらかして動画アップすると拡散されたりしますからね。うーん、では次はルノルマンカードでツイッターの今後です。まあツイッター社はね、休止されたツイッターというもので見てみますね。まあなんかね、この前もなんかセキュリティの二段階、セキュリティとかの方法も変わりましたからね、なんかちょっといろいろと変わっていく感じはしますけどね。うん、では見ていきますね。じゃあツイッターの今後、なんか木が落ちてきたかな。うん、なんかね、すごい変化を起こしたい気持ちが出てるんですけれども、確かにね、変化はね訪れてきます。うん、だからそのこれ過去かな、過去なんだけど、クマが出てるんですよね。だから結構本当は早く、だから合併した、吸収合併したかったんだと思います。でも結局あの、うん、欲、クマがあるから、そう、抑圧的な高圧的な意味のカードだから、なかなかね行動にできなかったような感じがしますよ。でも今すごい船のカード割れてるし、ハート割れてるから、すごい願いが叶ったような感じはしてますよ。ただそれにと、それが逆にあのあだとなってる感じは、あ、ツイッターのその全体的なものについとってはやっぱりちょっと十字架が出ているのと、まああとね、ネズミが出てるんですよね。だからまだね、そういうね、ネチネチはすると思いますよ。あとそういう試練もあると思うんで、だからすぐに変わ、なんかいい方に変わるっていうことはないかと思う、まだ。うん、だからまずは、だからね、その良くするんだったら、だから内面的な、まだそういう遺作ネチネチしたものをちょっと取り除かなければいけないっていうこともあるよ。うん、
だから例えばブルーバードから犬に変えたとしても、やっぱりそのね、ツイッターってだから古いじゃない、結構もう結構10年以上やってるあるじゃないですか。だからそういう青い鳥がもう結構ねロゴマークになってるから、そういうのを急に変えるとしてもやっぱりそういう負担はあると思いますよ。やっぱりあの過去の方が良かったなって思われることもあるかとは思いますよ、うん、だからまだ早いかな、うん、とは思いますけどね。だからちょっと離れていく人も出てくるかもしれないですね、うん、じゃあ最後です。最後はだから X 社合併吸収した X 社の今後の展開で見てみますね。だから X 社にだから合併吸収することによってどうなるのか、 Twitter 社、まあだからちょっと X 社ということで見てみようかなと思ってます、ね、うん、まあ確かにね、 Twitter ってね、だからやっぱりすごい情報とかが早い、まあいろいろな情報がね飛び交うから、逆になんか真実を暴きやすいっていうメリットもあるし、まあフェイクニュースというデメリットも、デマというデメリットもあるのでね、だから使い方次第によりますよね。なんかそれによって風評被害に遭う方もいらっしゃいますから、では見ていきますね。でもなんかね、結果がね、カップの10の正値が出てるから、まあ正解とは出てるかな、合併吸収して。まあだってね、願望的にもね、なんかちょっとね勝利をしたいとか、達成したいとかっていう意味もあるし、やっぱりなんか変えていきたいっていうのがあったみたいよ。やっぱりだから合併吸収して、だからちょっとツイッターのシステムを変えていきたいっていう騒動の録画れてるよね。そういう感あるし、まあなんかやっぱりね、周囲的にとってはね、すごいなんか吊るし火と言われてるから、今がねちょっとチャンスっていうか、まあ今が試練の時だっていう感じで出てるような感じはしますね。ただね、近い未来がね、だから棒の8の逆位置が出てるから、やっぱりそういうすぐ急速にはね、やっぱりね、いい方向には行くのは難しいと思います。ただまあそういう嫉妬とかもあるし、ちょっとね時間が必要っていうのが出てる。だからあんまり出しゃばらないことが大事かなっていうのが出てる。まあ一応ね、これもソードの4の逆位置が出てるから、やっぱりね動き出したみたいな感じは出てるよ。まあちょっとね、テンペランスの逆位置とジャッジメントの逆位置が出てるから、なんかねちょっとね、無駄が多かった、大きかったかな。まあちょっとタイミングがちょっとずれてってるかもしれないかなって感じで出てるかな。もうちょっとね待っとけばよかったかもしれないかな。だからそれによって障害的に優柔不断になってしまうっていうのが出てるから、あとね、近い過去もちょっとね動きたくてもなかなか動けなかったんだと思いますよ。決断がね先送りになるっていう意味のカードだから、まあフールの逆だからね。まあいろいろとうまい話に乗ってしまってたんかもしれないし、だから
ちょっとまだちょっとタイミングがね早かったかもしれない。だからちょっと近い未来はね大変かもしれないけど、まあ結果的にはね正解だったっていうのは出てるから、まあちょっと時間はかかるかなとは思います。まあちょっとまあこんな感じかな。最後にちょっと時期を見てみようかな。じゃあちょっと年間で見てみますね。今4月なので、じゃあ2023年度の X 社の動きっていう、まあ X 社でちょっと見てみますね。それか Twitter で見ようか。 Twitter の2023年度の Twitter の動きで見てみますね。はい、では見ていきますね。はい、ちょっとねこの1年間はねツイッター的には不安定な感じで出てるかな。今がねだからカップの6が出てるから、まだ満足的な感じだからちょうどいいタイミングだったんだと思うけど、だんだんちょっと8月からちょっと不安定になり始めるような感じはします。特に来年2024年の初め頃はなんかね外部からの圧力がね結構心配になりますよね。だからちょっと守りきれないとか、まあこれも外部からのね圧力を受けるみたいな感じのカードが出てるから、やっぱりね吸収合併したとしてもやっぱりそのね外部からのちょっといろいろと圧力にね襲いかかってくるような感じがして、最初の頃はね守りきれるけど、まあ5月ぐらいになるとちょっとね不安定に、もしかして5月ぐらいに名前変えたりするのかな。でもそれが逆あざとなってくる感じはしますよ。まあだからその名前変えるんだったら5月X になるのは5月っていうのは出てるけどな。でもそれが逆に京都は出てます。まああとはこんな感じかなと思いますね。まああくまでね参考までにお願いいたします。今回は一応ツイッターの今後について占いましたので、もしよろしければチャンネル登録や高評価、5ボタンを押していただきましたら励みになりますのでよろしくお願いいたします。いつも応援ありがとうございました。北村でした。